満点は2002年9月30日から2003年3月29日まで放送された連続テレビ小説第67作。当時、グラビアアイドルとして人気を博していた宮島真がヒロインを務め、放送当時は大きな話題となった。薬島に住むヒロイン、日高満点が鹿児島でバスガイドになるために島を出るところから物語はスタートする。その後、 物語の舞台は大阪などに移り、次は気象予報士をするための勉強をする。そんな中で漁船の遭難で行方不明になっていた父と再会するなどの出来事を、通し、最終的には満天は宇宙飛行士になり、宇宙からの天気予報を伝えるようになる。電子、光学などのセンサー前世の時代に、宇宙から人間が天気予報をすることにどれだけの意味 値打ちがあるのかと作中でも疑問が提示されるが、満点が自分の言葉で惑星、地球の美しさを伝えようとした心が日本の子供たちに確実に根付いていることを感じさせて物語は終了する。薬島は集落ごとに独自の文化、習俗があり、方言の語彙も島内で微妙な才がある。本作で使用された薬島方言は、 徳内に23ある集落の言葉を、薬島出身の鎌田道隆交渉のもとにまとめたものである。言葉指導に、徳之島出身のかつららが起用されたのは、鹿児島県本土よりも、徳之島の言葉の方が、薬島に近い、との判断からであった。しかし、徳之島方言は、琉球語奄美方言に分類される方言であり、実際には、県本土の方言の方が、 薬島方言に近い。方言については NHK への問い合わせが多数あり、2002年10月22日に南日本新聞長官紙面上で NHK 鹿児島放送局の担当者による回答が掲載されることになった。ありがとうございます。